はい、こんにちは、116ウィンズです。さあ、今回は開幕前の順位予想の答え合わせをやっていきます。2020年シーズンから2年連続で低い的中率に終わっているこの順位予想、昨年は自分が応援しているマリナーズの地区2位を見事的中させたこと以外はまあ微妙で、今年こそは皆さんに褒めてもらえるような順位予想、まあ、相変わらず主観に頼ったものでありますが、いい予想にしていければなと意気込んで開幕前に予想しました。で、今年は新しいルールも導入し、今までの順位予想では1つ予想を外すと自動的に2球団順位を外すことになっていたため、以前コメント欄で張雲さんが私の予想の最低に使われていたルールも勝手ながら採用しています。各地区実際の順位とするために必要な予想の並び替えの回数に応じて点数が決まる方式で、全ての順位的中を100点、そこからチームの並び替えが生じるたびに10点ずつ減点する方式ですね。入れ替えを減らすため上位と下位の見極めが肝となるルールとなっています。ではどうなったでしょうか。はい、まずはエール東地区、私の予想は地区優勝ブルージェイズ、2位以下レイズ、レッドソックス、ヤンキース、オリオールズでした。昨年と変わらず今年も強豪4球団がひしめく非常にレベルの高い地区になることは間違いなく、そんな中でゴースマンやチャップマンなどの獲得で戦力を整備し、開幕時点の比較であれば昨年以上のチームを作り上げているブルージェイズを推したと、3年ぶりにホームのトロントで1年間戦える点も大きいのかなと考えました。ただ正直優勝はレイズとも迷い、目立った補強をしたわけではないにしても、選手層の厚さは相変わらずで、順当にいけば昨年の100勝に近い成績は残してくると考え、簡単には優勝させてくれないのかなと。で、3位4位は一応昨年と変わらずレッドソックス、ヤンキースの並びとしましたが、ここは補強の差で決めた程度で、どっちに転んでもわからないのかなと。オリオールズはまだまだ再建中ということで、この地区ではまだ5番目かなと考えていました。ではどうなったか、結果はこちら。やっちまいました。全外しですね。ヤンキースがまさかの地区優勝、今季特に前半戦の快進撃は凄まじく、シーズン116勝をも上回るんじゃないかというくらいの強さを見せていましたが、その原動力に今季歴史的なシーズンを送ったアーロン・ジャッジは外せないでしょう。後半戦のチームの調子の落とし方からして、やっぱりヤンキースこの地区でぶっちぎりで強いわけではないんだなと思いましたが、それを覆すだけの活躍を彼が見せたんじゃないのかなと。また投手陣も故障者が出始める前まではかなり安定感がありましたよね。優勝予想のブルージェイズは2位、昨年よりも勝利数伸ばしているので、開幕前の予想が検討外れだったとは思いませんが、強みであるはずの先発陣がリュヒョン陣の怪我やベリオスの不調などで想像以上に苦しみましたよね。あそこまで先発事情に悩まされるのはちょっと想定外でした。昨年優勝のレイズは3位、投打に故障者が続出したので、いくらレイズの選出層でも厳しかったですかね。むしろそれでもプレーオフ滑り込んできたあたりはさすがなんですが、シーズン通してほぼフルメンバーで戦えなかったのが痛かった。そして4位がまさかのオリオールズ、しかもシーズン勝ち越し、シーズン終盤までプレーオフ争いに食い込むなど、今季最大のサプライズでしょうね。特に球界ナンバーワンプロスペクトのアドリー・ラッチマンが上がってきてから、チームがガラッと変わった印象で、また盤石なブルペンもチームを支えた印象です。オフの先発補強次第では来年怖いチームになりそう。で、最下位がレッドソックス、獲得したストーリーが機能しなかったり、投手陣もあまり良くなかったりと年間通して調子の波が激しかった印象です。再建をするようなチームでもないと思うので、オフにどのようにして立て直すかは注目したいです。ということで東地区はヤンキースを外してしまったのが響き、点数は60点、微妙なスタートとなってしまいました。続いては中地区見ていきましょう。私の予想は地区優勝ホワイトソックス、2位以下タイガース、ツインズ、ガーディアンズ、ロイヤルズでした。地区の中でトータルの戦力はホワイトソックスが1枚上と考えていて、この地区での戦いは昨年同様今年も優位に進めるんじゃないかと考えていました。ただタイガースやツインズの補強によって昨年ほどの独走状態にはならないとも思っていて、若手の成長著しいタイガースはオフに自前で埋められないポジションを中心に FA できっちり確保して、さらには野手のトッププロスペクトたちも昇格も控えていましたので、その爆発力による上振れ期待での2位予想。ツインズも特にコレア獲得までつなげたロックアウト後の動きは素晴らしく、投手陣の不安は拭えないものの、ワイルドカード争いくらいはできると考えての3位。4位ガーディアンズはまあコンテンダーではないにしても投手陣は割と盤石なので、ロイヤルズと比べて成績の面で大崩れはしにくいのかなと考えてこのような並びとしました。ではどうなったか、結果はこちら。またもクリーブランドに順位予想を破壊されましたよ。ガーディアンズが大崩れしないだろうという予想自体は当たり、さらに今季はコンタクトかつスピードを中心とした打線が機能、スティーブン・クワンやオスカー・ゴンザレス、アンドレス・ヒメネスらのブレイクにも助けられ、投打が噛み合った後半戦以降は一気に調子を上げて地区優勝まで駆け上がりました。打線は決して破壊力があるわけではないものの、しぶとくバットに当ててチャンスメイクし、投手陣が少ない失点で抑える硬い野球だった印象が強いです。野手陣の守りも良かったですしね。
若い選手も多く来年も楽しみなチームとなりそう。そして2位がまさかのホワイトソックス。戦力は間違いなく地区ナンバーワンだと今でも思いますが、1年間全く勢いに乗れませんでした。主力の怪我人が多かったのもそうですが、ラルーサ監督にも不安が多かった1年でしたね。3位は予想通りのツインズ。途中までは地区首位を走っていたものの、案の定と言いましょうか、投手陣がプレーオフ行けるレベルではなかったですね。トレードデッドラインで結構そこは重点的に補強したんですが、新戦力組があまり機能しなかったのも響いてしまいました。で、2位予想のタイガースは4位。特に先発に故障者が続出し、どうにもならなかったことに加え、投手有利な本拠地であることを加味してもあまりに貧惰すぎました。昨年結果残した選手たちが軒並みスランプに陥っては厳しいですよね。最下位ロイヤルズは的中、ボビー・ウィット・ジュニアやビニー・パスカンティーノなど若手野手の活躍は光った一方で、ブレイディ・シンガー以外の若手投手が未だきっかけをつかめていない点は少々気がかり。長年チームの編成トップを務めたデイトン・ムーアも切られ、これからどのようなチームを目指していくのかは注目です。ということで、2地区連続で4位予想のチームが優勝するまさかの事態で、こちらも60点、2つ的中はしたものの、2位と4位を大幅に外してしまったのが痛かったです。はい、そして最後は西地区、予想は地区優勝アストロズ、2位以下マリナーズ、エンゼルス、レンジャーズ、アセチックスでした。アストロズはコレアが抜けたとはいえ、この地区で投打のバランスが一番優れていると考えていました。2位マリナーズはオフの補強で投打ともに間違いなく強化され、さらにフリオやカービィといったトッププロスペクトの活躍、トレードデッドラインでの補強による伸びしろに期待ができそうな点でエンゼルスよりも上と予想。ただエンゼルスもトラウトやレンドンの復帰という追い風に、大型補強した投手陣が機能すれば結構面白いんじゃないかとは思っていました。レンジャーズは4位予想。シーガーやセミエンと派手な補強には動きましたが、投手陣の課題は山積み。まだ戦力不足な感は否めず、勝率5割を狙うシーズンと思っていました。主力を一斉放出したアセチックスは最下位。こちらは夏にさらなるチーム解体も見込んでの予想でした。ではどうなったか、結果はこちら、見事に全部的中しました。地区の展開含めて概ね予想通りになったんじゃないのかなと。アストロズはやっぱりこの地区では頭一つ抜けた存在で、打線は例年ほどの破壊力ではなかったかもしれませんが、投手陣がとにかく素晴らしかった。バーランダーは相変わらずバーランダーで、先発もマカラーズが復帰してからこれはオールスターチームか何かですかと聞いてみたくなるような豪華なメンバー。ブルペンもモンテロの復活やアブレイユのブレイクなど、誰が投げても一線級のピッチャーばかりで、本当に隙がなかったですね。これまでのアストロズで一番強かったかもしれません。2位マリナーズは前半戦途中までは波に乗れない時期も続きましたが、フリオやカービィのトッププロスペクト組の活躍、さらにはトレードデッドラインで目玉のカスティーヨを獲得するインパクトある補強にも助けられて、21年ぶりにプレーオフ進出も達成、ファンとしても最高の1年でした。3位エンゼルスは序盤非常に調子が良かっただけに、最終的にここまで勝率5割から遠い結果となってしまったのは残念でした。14連敗で一気に転落してしまい、また今年も引き続きトラウトとレンドーンが長期間不在、昨年ブレイクのウォルシュも怪我の影響で不調だったのも響いてしまいました。4位レンジャーズは途中までは予想通り5割狙えそうなくらいの戦いぶりは見せていましたが、やはりこちらも投手陣がまだまだ厳しい印象。ウッドワード監督やジョン・ダニエルズをシーズン中に解任したあたり、オーナー側はあの補強で本気で勝てると思っていたことが分かったのは少々不安を覚える部分でありますが、打線はなかなか怖いチームにはなってきたので、今年のオフは投手陣をしっかり整備したいところ。アセチックスはオフの主力一斉放出に加え、夏にはモンタスも放出して102敗、さすがに戦力的にも厳しい1年でしたね。ということで、見事全て的中したため100点、西地区は一番見ていますので、ここをちゃんと当てることができたのは良かったと思います。ということで、 AL の答え合わせはこんな感じで、的中は15球団中7球団、西地区を全て当てることができたので、どうにか体裁を保った感じですかね。次回は NL 編となりますのでお楽しみに。今回の動画はここまで、ご視聴ありがとうございました。